弟の手術代はお前が払ってやる。どうして私なの？俺の嫁だから。他に理由ある？健太くんは保険に入ってないのかな？入ってない。それにお前が金持ってることは身内全員が知ってんだよ。私は父から相続しただけだし。一切手をつけず溜め込みやがって。みんなケチ嫁って陰で呼んでるぞ。そんな風に思われてたんだ。でもさすがに健太の命がかかってるのに出し惜しみはしないだろ？いくらくらいかかるのかな？ああ、難しくて国内じゃできない手術なんだと。それは大変ね。160万くらいかかるらしいから用意しとけよ。こんなことを言いたくないんだけど、こういう時は健太くん本人か奥さんが直接頼むものじゃないかな。え？病人に家まで来て頭下げろって言ってんの？お前鬼だな。そうじゃなくて奥さんの千恵さんからでも一言あってもいいのかなって。うーわ、引くわ。マジでドン引き。大金だよ。ポンポン出せるようなお金じゃないでしょ。弟夫婦は金がないんだよ。それを私に言われても。俺の大事な弟がどうなってもいいのかよ。出さないとは言ってない。ただ一言あるだけで気持ちが違うかなと思って。どうせ出すんだからどっちでもいいだろ。ごめん、そういうの気になるタイプで。出すのが当たり前と思われてるのもなんか嫌なの。わかったよ、弟夫婦に言うわ。それでいいんだな。私も病気は治してほしいと思ってる。そこは誤解しないで。どうだかな。無駄な金なんか使わずさっさとくたばれとか思ってそうだけど。そんなことない。あとお前英語話せるよな。現地の病院とのやりとりとか手続きとか全部やっといて。私仕事してるんだけど。弟のためだぞ、それくらい休めよ。調整してみる。翌日。こんにちは、ゼニゲバお姉様。何よその変な名前は。だってうちの夫が死にかけてるのに治療費出し惜しみしてるんでしょ。そういうつもりじゃん。愛する旦那の弟だよ。気持ちよく出してくれてもよくない？そうさせないのは誰なのかなって話なんだけど。うちらに頭下げろとか言ってるらしいじゃん。命令するなんてマジで何様？遺産なりきんのあさみ様か。一体何の連絡だっけ？あんたが言ったんでしょ？金が欲しけりゃ連絡しろって。だとしたら言い方ってものがあるでしょ？だる。私だって大事なお金を態度の悪い人に出したくない。いくら相続したの？たんまりあるんでしょ？あなたに言う必要ないと思う。はい、出ました、ケチケチ女。前にも千恵さんがスマホゲームで課金しすぎて携帯代が払えないからって10万貸したよね。当たり前じゃん、身内が困ってんだから。まだ返してもらってないけど。2000円返したよ。残り9万8000円もあるよ。今回は命の危機なんだよ。一旦そのことは忘れよ。都合の悪い話はそうやってすぐ逃げる。とにかく早くしてほしいの。健太に何かあったら一生許さないから。人に物を頼むということが全く分かってないんだね。は？今頼んでるじゃん。あなたがやってることは私をバカにして笑ってるだけよ。そういうのマジでいいから、さっさと金出して。そうしないと私暴れちゃうよ。脅してるの？やだな、ちょっと昔の血が騒いだだけじゃん。わかった、もういいよ。160万だっけ？あと病院の手続きね。全部やっておく。最初からやれよ。はい？なんでもない、心の声が漏れちゃっただけ。旦那さんが危険な状態なのに随分とご機嫌なのね。ほら、私が明るくしてなきゃ健太が落ち込むから。海外で手術するためには色々やることがあるし、あなたの協力も必要よ。わかってるってば。とりあえず、明日病院に行こう。主治医の先生とも話さないと。午前中でどうかな？はぁ、私予定あるんだけど。一刻を争う時にこれよりも優先する予定があるの？わかったよ、行けばいいんでしょ。急がないといくらお金があっても手遅れになるんだよ。わかってるってば、うるさいな。協力してるのに何その言い方。
もろもろの手続きを経て、ケンタと知恵は渡米することに。英語が話せないという理由で、なぜか私も同行したのです。旅費や滞在費でも相当なお金がかかりました。命は尊い。医者だった父の言葉を胸に、どんなに腹が立とうとも、助けなければと思ってのことです。しかし、義弟の病気の裏に、あんな真実が隠されていたとは、この時の私は知る由もなかったのです。一ヶ月後。弟から連絡が来た。なんかよくわからないけど順調らしい。そう。よかった。なんだよ、それだけか？私がアメリカでどんな目にあったか言ったでしょ？病人なんだぞ。多少のわがままくらい聞いてやれよ。問題は知恵さんの方よ。あれ食べたい、これ買いたいって。観光じゃないのよ。いいじゃんか、旦那が病気で辛い思いしてんだから。少しくらい楽しんだって。私と知恵さんが歩いてても黒人に絡まれた時も、シーズセレブ、シーハブメニメニマネーとか変な英語で私を差し出して逃げたし、無事だったからいいじゃん。どこがよ。アイハブガンって言われて死ぬかと思ったんだから。大げさだな。その上私より先に帰国したのよ。あとは任せるとか言って、無責任にも程があると思わない？初の海外で疲れたんだろ。知恵さんには心底がっかりした。人を召使いみたいに扱ってお礼の一つもないし、もう付き合いたくない。お前ってほんと人間小さいな。は？あなただってそうよ。感謝の言葉すらない。弟だからしてやって当たり前。私のことなんだと思ってるの。うぜえわ。知恵ちゃんも言ってたけど、マジでお前といるとだるいよな。何よそれ。多少の手術費を払ったくらいで命の恩人のつもりか。少なくとも私のお金がなければ手術はできなかったはずよね。160万ポッチで調子乗るなら俺の家から出ていけ。なんでそういう話になるの？ありがとうとかお疲れとかそういう一言があってもいいんじゃないかって言ってるだけでしょ。それを言いたくないから離婚するんだ。本気で言ってるの？知恵ちゃんも言ってた。命の恩人のつもりかよって。へえ、そうですか。弟ももう用済みだなって笑ってたぞ。ありえない。ケチは嫌われるんだぞ。そんなに金持ってんのになんで出しぶるわけ。何に出すかは私が決める。将来何があるかわからないでしょ。子供ができればその子のために使いたいし。そんな先のこと考えて生きてたらハゲるぞ。目先の快楽ばかり優先してたら、いくらあっても足りない。俺が黒ハーツのネックレス欲しいって言った時も断ったし、知恵ちゃんが50万のバッグ狙っても拒否してただろ。当たり前でしょ。どこに買う理由があるのよ。車欲しいって言った時も無視したよな。3000万のフェラーリを誰がどうやって維持するの。金を出さないお前と一緒にいても意味がない。さっさと出て行け。手術費用を出したからもう用なしってこと？簡単に言うとそうなる。ひどすぎる。例えるなら、お前がいるってことは目の前に札束が転がってても触っちゃダメよって言われてるのと同じなんだよ。お金としてしか見てないんじゃない？通帳だっていくら探しても見つからないから総額もわからないし。そんなことしてたの？どこにあるの？もう離婚するんだから教えてよ。貸金庫よ。だから見つからなかったのか。そんなに俺のこと信用してないわけ？使う予定がないから、安全のためにね。へえ。まあいいや。3日で出ていけ。じゃあな。わかった。じゃあ2回目の手術費は自分でよろしく。え？ 2 回目？おい、どういうことだ？あさみ、返事しろよ！2週間後。いい加減返事くれよ。お姉さん助けてってば。しつこいな。2回目ってこういうことだったんだな。最初の160万はほぼ検査みたいなもので、本番は次なんでしょ。そうよ。私はちゃんと通訳しながら説明したよね。知恵さんスマホいじってたけど。
あとは全部やってくれるって思ってたの。信用してたのに途中で投げ出すなんてひどい。私はどちらかといえば追い出された側よ。義弟のためにお金も時間も犠牲にした挙句、用済みだと捨てられたの。あれは弟が3週間前に次の手術ができず困ってるって言ったきり連絡がないんだ。最後に送ってきたのが英語だらけの同意書みたいなやつで意味不明なのよ。助けてやってくれ。ちなみに何ドルって書いてあった？数字くらい読めるでしょ。10万ドルかな。1400万くらいか。高っ。俺たちの離婚はまだ成立してないんだぞ。お前には弟を助ける義務がある。私にはないよ。あるのはあなただけ。そんなこと言わずに助けてやってくれよ。自分たちでどうにかして。冷たすぎる鬼嫁。じゃああなたはいい奥さんなの？どういう意味よ。自分の夫の兄と浮気するのがいい嫁かって聞いてんのよ。え？うちの夫とできてるよね。何言ってんの。そうだぞ。俺と千恵ちゃんがそんなわけないだろ。そうそう。だったら健太を助けようとも思わないでしょ。そうだそうだ。健太が消えた方が都合がいいんだから助ける必要がない。そうね。おっしゃる通り。でしょ？やだな。お姉さんたら誤解しちゃって。でもあなたたちが全てを知ってる健太くんに脅されてたとしたらどう？え？俺の命を助けるように義士に頼め。じゃなければお前らの浮気を全世界にばらして仕事も家族も奪ってやる。そう言われたんじゃない？なんでそれを。本人から聞いたに決まってるでしょ。健太が言ったのか。治療は諦めるように二人で説得したんでしょ。でも海外なら助かる方法があった。ないのはお金だけ。命がかかってるんだもん。健太くんもなりふり構ってられなかったそうよ。全部喋ったの？私を追い出したのは浮気がバレて余計な慰謝料を払いたくないからよね。だってすでに健太くんから200万ずつ請求されてるんだもん。いや、私が請求すれば400万ずつの支払いになる。そんなの善が非でも避けたいわけだ。誤解よ。健太は薬の副作用で変なこと言ってるだけ。正常よ。手術は無事に終わったから。え？10万ドルなら振り込んだ。それを条件に健太くんが全て教えてくれたの。なんで？なんか怪しいと思ったのよ。女の勘ってやつ。千恵さんが私より先に帰国したあたりからね。あれはアメリカの水が合わなくて。チャンスだと思ったんじゃない？拓也と二人きりで誰にも邪魔されずに過ごせるもんね。誤解だよ。あなたたちも知ってる通り、私にはお金がある。帰国した千恵さんに急遽鑑定をつけたわ。嘘、気づかなかった。健太くんの持ってる情報は自分で撮影したせいか精度の低いものばかり。絶対に勝てる証拠が必要だったの。乾杯よ。参りました。健太くんは約束してくれた。あなたたちからもらう予定の400万を私への返済に充てて、残りの1000万は一生かけてでも返すって。まあそれはあいつの手術代だから当然だよね。健太くんは反省してたよ。義士に金があるから出させればいいってどこかで思ってたって。でももし自分に金があったら同じことができるか考えたら多分できないだろうって。確かに私も無理かも。そうだよな。麻美は素晴らしい人間だよ。尊敬してる。自慢の妻だ。だから慰謝料は減額してくれ。冗談じゃないわ。むしろ千恵さんには渡航する際の旅費や宿泊費、現地で使った全てのお金を請求させてもらうから。はぁ？あんたが出すって言うからついていったんでしょ。私が助けたのは健太くんだけ。全部でいくらなの？120万。ありえない。慰謝料に上乗せしとくね。勘弁してやってくれ。こいつ金ないんだよ。それが何か？たんまり持ってんだろ。数百万で騒ぐなよ。もうないよ。え？2000万あったけど渡航費や手術代でほとんどなくなったの。それっぽっちしか持ってなかったのか。いくらあると思ってたのよ。数億くらいは。子供の教育資金として2000万は置いておきたかった。
でも健太くんが元気になったら真面目に返すって言ってくれたし、もともとは七夕のお金だから、私も働いて頑張ることにした。お前なんていいやつなんだ。賞賛とか感謝とかそういうのいらないんで、さっさとお金払って離婚してもらえます？いや、俺はお前と添い遂げることにした。はぁ？何言ってんの？3年後には私と結婚するって約束したじゃん。麻美のように心の美しい人間にはもう二度と出会えない。私が汚いって言いたいわけ？言うまでもない。お前はゲスの極みだ。ひどい。血は喧嘩はそっちでやって。待ってくれ、俺とやり直そう。だる、うっざ。ブロックします。後日談。私は拓也との離婚が成立し、二人には200万ずつの慰謝料を請求しました。健太くんも無事帰国し、こちらも離婚が成立。すっかり元気になったようで、今はバリバリ働いて、毎月かなりの額を返済してくれています。一方、拓也と千恵は、どん底の地獄に落ちたようです。二人合わせて800万円の慰謝料や私への返済を抱え、拓也は会社のお金に手をつけて逮捕されてしまい、千恵はパパ活女子として荒稼ぎするも脱税で逮捕。お金に翻弄され続ける以上、二人に幸せは訪れないでしょう。私は医学部に入り、医者を目指しています。30歳からの再スタートですが、遅すぎることはないと信じて頑張ります。